さあ皆さんお疲れ様でございます。はい、また今週も地方にやってまいりまして、予想になります。飲みながら乾杯しましょう。予想しましょうね。はい、地方ですから、はい、氷に、おー、はい、おつの神様でございます。いただきます。うまい。さあ新潟記念第58回新潟記念の予想なんですけども、雨もどうでしょうかね。残るのかな。でも内馬場が荒れてるからみんな直線で外に出してくるのか。 600m 以上あるね、直線ですか、長い直線をどうやってくるのか、後ろから行っても内をついてくるパターンもあるんですけどもっていうところで、今回もう予想いきます。はい、枠出て、おお、こんな感じになったのかっていう感じなんですけども、3歳馬の勢いにかけたいと思います。大外18番、フェーングロッテンからいきます。ノートです。はい、このまま大寒桜賞でしたっけ、あれで重馬場で3着に頑張って、その後白百合ステークスで1着、左回りで次福島ラジオ日経で右回りで1着と、逃げて1着と控えて1着っていうレースがどんどん上手くなってきてますので、大外入りましたが、逆に今の馬場だったらいいんじゃないかなと思って、松坂君のね出方、向こう上面直線長いですからね、ワンターンで、新潟県 2000m どう乗ってくるのかっていうところで、この馬フェングロッテン3歳馬53キロにかけたいと思います。頑張ってほしいな松坂君。はい、そして相手なんですが、相手筆頭は5番ですかね、ヒートンビート。この馬多分これ保険にします。もう最初に書いておきます。保険の窓口はもうヒートンビートから行きますっていうことで、はい、こういう感じです。保険の方は実績のある馬からいきます。こっちはちょっと期待ということで穴っぽいところからいきたいと思いますが、5番、これはもう G1 に出てくるような馬で、今回も確実に馬場も合ってくるんで、合っての、指名なんですけど、池添ジョッキーがもう手の内に入れたかなと思いますので、この馬相手筆頭でございます。勝ってもおかしくないです。さあそして続きまして、これもね枠内側1番、これはイクスプロージョン1番イクスプロージョンです。三浦康生ジョッキーで、この馬もパンパンの速い馬場よりは今のようなちょっと緩くなった荒れたような馬場の方がいいんじゃないかなと思って、はい、この馬も今勢いありますのでこれ入れます。そしてその隣のねプレシャスブルー2番、はい、これも穴っぽいんですけど、ちょっと調子が上がってきてる感じがします。いつ走るかわからない馬なんですが、新潟もあんまり得意じゃないんですが、ちょっと穴っぽいところで2番、プレシャスブルーでございます。良くなってきております。そして、枝てるちゃんだな、12番のフォワードアゲンでございます。はい、この馬もなんかわかんないですけど、枝てるちゃんは私入れたくなってしまうんですね。そしてもう一頭8枠です、16番の、カイザーバロッツ16番。この馬は前走川田ジョッキーが乗って、何着だったか、6着ナロー記念で6着だったんですけども、かなり、なんか持たれて、走りにくそうだったんですけども、それが改善されたので今回走っても馬券内に来てもおかしくないです。前走より確実にいい走りすると思いますので、はい、18番のフェングロッテンからこの5とワイリー、はい、そして保険はヒートンビートから、他の4といきましょう。1、2、12、16、はい、これでいいでしょう。ワイリーです、はい、まだ G1 ではないのでYDYD 新潟記念でございます。参考にしてください。ということで、
また地方からなんですけども、日曜日はできるかな、たられば祝勝会反省会当たればね。あ、そうだ、エヒトはね、前走がね良すぎたっていう風に陣営も言ってるんですよね。まあ、今回上位に来たらサマー2000取れるとは思うんですが、あ、今回私やめとこうと思っております。エヒト、この馬がもしかしたらサマー2000取るかもしれませんね。まあどうなるか分かりません。はい、こんな感じでございます。それでは皆さん、金曜日、明日、明後日と予想を楽しんでください。それでは。